スマイルナンバー一ショップ系列電気店とは特定の電気メーカーに関係する電気店のことである。日本では高度成長期の1960年代に普及し、最盛期には3万店を超えたが家電量販店の台頭に伴い減少傾向である。近年では修理対応や操作説明など丁寧なサービスで業績を拡大する店舗や系列住宅メーカーとの提携により、新築、 リフォームオール電化切り替えなどに対応する店舗も増えている。パナソニックショップは約1万8000店と最多で、他に東芝ストア、チェーンストール、三菱電機、ストア、ソニーショップ、スマイルナンバー1ショップ、シャープフレンドショップなどがある。商品や修理完了品の配送に用いる営業者は、共愛路への乗り入れを考慮して、軽トラックや軽ライトバンなどを、 電光や配送製品により使い分け、店名ロゴ及び取扱メーカーロゴを車体に印字して、メーカー系列と店名の識別を容易にしている。近年は、エコキュート、IH クッキングヒーター、太陽光発電パネル、薄型テレビなどといった大型商品の約半数が系列店経由で販売されている。これには、顧客一軒一軒の家族構成、家屋構造や間取り、 使用している電化製品などの状況を把握しており、信頼性の高い工事が可能であることが、系列店による大型商品販売力の強みとして挙げられている。また、各店商圏内の顧客宅を営業者で巡回し、電化製品使用方法などについての困りごと相談、アフターサービス、消耗品の配送、交換サービスを行う店舗も多い。さらに冷蔵庫、 洗濯機などの生活必需商品修理時には代替品を無料で貸し出す店舗も多い。パナソニックは松下幸之助死去後の2003年4月1日より増収と不振とで売り上げの二極化が目立っていた当時のナショナルショップの現状に鑑み、当時松下の社長をしていた中村国夫が中心となって平等から公平をスローガンに掲げ、 全国約1万8000店のパナソニックショップのうち、自ら売り上げを増やし顧客へのサービス向上を図ろうと、努力する店を全国で最大約7000店にまで絞り込み、それら増収、増販努力に前向きな店舗のみを公平に反則支援するスーパーパナソニックショップ制度を導入。従来無料の場合が多かった系列店スタッフへの研修会は、 プロショップ道場として有料化。当初は SPS 認定を受けても売上低迷が長期化している店は、その認定を取り消し、検索画面より当該店を外す手厳しい制度としている。さらに2012年からは、SPS 認定7000店のうち、リフォーム、太陽光発電、エコキュート IH クッキングヒーターの普及、各班に積極的な店舗を、ネットワークエコハウスに指定。 通常の SPS より反則面で優遇する措置を講じている。今後は2015年度までに N&E 認定権を全国で最大約2000点にまで増やす予定。ありがとうございます。